パキンさんとあと日本語グライムシーンの、えーとはい、そのものですかねが「そのバイス c e u k とか「はい、ボイラールーム」とか、はいえー、UK メディアに紹介されて、はい、その向こうの反響とかって何かありましたそうですね。ありと、ね、いうかあの、まあ、その変化を本当に幸運、まあ、なことにいろいろ感じることが、まあ、自分の人生の中でできたっていうのが。 大きななな人生なのかなと、まあ、これもちょっとその長いお話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、初めてそのイギリスに行ってそのまあえっ、ー、と、まあ、ダーク・エレメンツのみんなと会ってでその時にそのバーミンガムの郊外の丘であのデビルマンさっき言ったそのレジェンダリーな MC ですねと撮ったビデオがまず向こうでドッカーンと跳ねちゃったんですね。うん、あののなななんじゃゃここりみみたたいい日本人みたいなであのその時はえっ、ー、とまあ おーなんじゃこりゃっていう感じであったんですけどやっぱ YouTube のコメントとかになんでこんなやつがやってんだみたいな。で2回目投影した時にえっ、ー、とグライムレポートっていう番組出ましてこれはあの,あのちょっと今もうお亡なくな,なられちゃったんですけど僕より先にその滝田っちさんっていう MC の方が出演されててで、まあ、その1年後ぐらいに僕がそれ出てるって形だったんですけどそれがあの2011年 4, 年とかかですかねもうそのぐらい前な時でも動画出て「なんじゃこれ面白い」みたいなでその時にしかも「5パウンドマンチ」っていうその面白いあのまあ日本で言ったら500円ラッパーに渡してコンビニに行かせてラッパーだったら何かみたいな企画やってるんですけど、まあ、それがなぜかあの、まあ、いろんな大変なことになっちゃって <laughs> あのそれもドカン受けたとこあったんですけどでもやっぱりコメント欄にいろいろ書かれてたりもするんですね。あのラップ云々とかっていうより「いやなんかグライムが好きすぎるとこんなになっちまうぞ」とか。 あともっとひどいやつだと歯並び歯並びがこいつは汚い汚すぎるとかっていうふうに書かれたりしてたんですね、うん、でそれから時間が経ってでもあのそうですね次の天気はそのイライジアンド・スキリアムっていうまあ向こうのそのバターズっていうレーベルの,あの DJ の2人がたまたま日本のフェスに呼ばれてそのついでにこうみんなでセッションやりたいってなって 本当にそのいろろ、んなところ本当にあのその時僕はお会いしたことなかったのがそのあの関西にいらっしゃる皆さんとかっ、えー、といういろんなところの人たちがわざわざ来てくれて東京にで撮ったビデオがまだ YouTube にあると思うんですけどあれとか出して「AI じ者たちがあいつらとやってんの?」とかっていう風になってって「でボイラルーム」とか「デバイス」とか出させていただいた時に「あこいつらガチなんだ」みたいな、あのー「真剣に好きなんだなこいつら」っていう風になってくれてたんですよね。 でやっぱり世の中全体が、まあ、最近だとそのポリコレポリコレっていうふうに、まあ、みんな略していますけどやっぱりそういうふうなやっぱり差別ってよくないよねっていう流れの影響もあってやっぱだん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 変わっていったんですね。うん、であのすごい嬉しかったのがあの去年イギリスに行った時に えっと、イギリスススの、えっと、オクーードサーカスあの日本でいうとその、まあ、銀座とあの渋谷と新宿ごっちゃにしたような、まあ、でっかいあの街なんですけどロンドンの真ん中にある街でそこにでっかいナイキの旗艦店あってでラジオに出てそこ行ってあのもう帰るからなんか服とか買ってお土産にしようって言ったらとっとっとってなんか黒人の子来たんですね僕より全然身長高い、あのーまあ、180ぐらいあるような「お何だろう?」って思ったら「お前パキンだろ?」って言って。 リスペクトだってて握手してくれたんですよね。うん、なんかそれがやっぱりあのすごい嬉しくてあのなんかまあそういうあの、まあ、歯並びがとか言われてた時と比べるとあみんな変わってんだなっていうその意識も全然違うし、うん、もう今日本人のグライムダサいっていうやつ誰もいないしどこしどこ行っても出せるグライムだと思うんでやってる人たちのグライム。うん、やっぱそういうのはすごい、まあ、そういったメディアにまあメディアに出たからというかみんなが頑張ったからなんですけど。 そのメディアの力も生かしていただきつつやったから、まあ、そういうふうに世の中が変わっていたところにあのたまたま流れに出たかなというふうに思います、はい、ありがとうございます。